そもそも今、現政権は防衛費を GDP の2%に使用しようとしていますよね。防衛費まあ2、2%だったら2倍になるわけですけれども、防衛予算を2倍にしたら防衛力は2倍になるんですかなりませんよ、これ、素人の議論です。防衛力っていうのはね、私も軍を頼んで、ちょっと詳しいんですがね、いろんなね、ただ戦車を増やせばいい、軍艦作ればいい。 飛行機を作ればいい。そういう問題じゃないんですよ。そもそも情報力とか、諜報力とか、いろんな要素が絡んでくるんです。ですから、ただ単に今数字だけ、数字の達成だけ2倍にもしましょう。ところが実際には何にも議論はされていない。こんな中で防衛予算を増額し、さらに増税によって賄う。とんでもないことですよね。戦争とか軍事を知れば知るほど、こういう考え方には反対です。以上です。